のデンプシー君が入ったカプセルはあんなに取り込まれているようじゃな。行き先は月面。またも出どころ不明の物体か。こちらはイーグルネスト。どうした？イーグルネスト、あなたですか？連絡が途絶えたので最悪の事態になったのか。恐れるな、ドクター・グロフ。わしじゃよ、エドワードじゃ。ジャイアントからのわしの死亡に関する報告は、その…
13で部隊が何をしたのかしらば、うんざりするだろう。奴らの魂取ってこいや。我らは屈服せぬ。いかなる攻撃にも。単にうんざりしてるだけ。マックスアーム。イーグルネスト、こちらグリフィンステーション、報告があります。オーバー。ドクター、マシーンの準備は完了し、バイタルはまずオンとなりました。リヒトーレン、お前の行動を見ているぜ。こんなことがあっていいのか。我々の敵を伴い、そこで何をしている。説明できるのか。リヒトーレン、リヒトーレン。偉大な王様、犬から学ぶことはある。
けら、断片、破片、すべては修復される。するたびにリヒトフェンが次々と悪鬼を倒しているようだ。目的を成し遂げるならどんな区域も手抜きはできぬ。目的がありながら、リヒトフェンは多くの真実を隠しているようだ。精霊が風を使い、闇の奥から呼びかけているのか。お前は自身のねじれた目的のため、救済の部隊の研究を奪おうとしているとしか思えない。我が友よ、これだけは知っておく。お前を城から生きても返さない。そのため私はどんな手段でも取るだろう。なんと汚れた手だ。後で綺麗に消毒せねば。もう一人の電プシを蘇生したらどうなる。一瞬目の前に極楽が開けたが、その後この地獄に戻っていた。このドクター・モンティとは何者だ。獣よ、貴様の犠牲が我が名誉となるのだ、アッキーよ。
期待通りに機能した。予期すべきだったな。精霊の助力を得れば我らも勝利へ近づくだろう。
下界で暮らす者、鳥とは違う。贈り物には
裏がある。味方としたなら我らの勝利は確実であろう。静寂に感謝すべきだ。この弓の中に竜の怒りを感じる。
してくれ。大丈夫だ、特に害もないんだろうし。あるだと出るもんなんだ。よくわからないけど、めんどくさい。これ以上言うな！これ以上に！眠るまで一緒にいる、いらっしゃい。とびっきりの羽、負けるわけ。バレた。羽、なぜで、は、今日の、今日、お、落ち着く。まだまだ、もしかして、私、ドクター・グロフ、わしはテレポート。
聡明に絶対の自信を持っている。そのような君自身のちっぽけな恐怖心に基づいてプロジェクトの進展を遅らせるべきではない。ドクター・リフトーヘン、私への侮辱はさておき、月面基地で成し遂げた進歩が計画を加速させるのに役立ったことは確かです。MPD の発見が戦争の結果を決定づけることに疑いはない。電撃をもって貴様を現世から葬り去ってやる。羽のように飛び、岩のように落ちる。
法を変えたに違いない。これは恩恵なのか。ファイヤーセール！戦士の道には銃弾が刻み込まれている。優れた火力が優れた戦士を生み出す。摂理に反する敵には摂理にもとる武器が必要だ。やはり刀はないのか。ファイヤーセール！このような機会にこそ賢く金を使うべきだ。リヒトーヘンはこのからくり箱の秘密を解いたのだろうか。ありがたくこのライフルをいただこう。まことの戦士ならどんな状況も利用せねばならない。自分の運命は自分で決める。ファイヤーセール！まれに見る恩寵、深く感謝の意を示そう。スナイパーには忍耐が必要だ。我にはそれがある。奴らには雷鳴を聞く間もなかろう。地球に消えうせよ。
力を恐れるべし。今はこの地にはびこる病のもと、敵をサイの目に切り刻んでやる。贈り物だ。この竹を傷つけると死を招くことになるぞ。貴様は一巻の終わりだ。生産的玉切れだと、なぜじゃ、あれだけしっかり数えていたのに。これでどこにも行けんぞ。俺たち、茶色を取るしたか。リヒトーフェンから奴の脱出することを少しは聞いてるが、あ
ったことのねえやつを信用するってのは気に入らない。我が力を恐れるべし。貴様の魂までも焼き尽くしてくれる。千載一遇、好機逃すべからず。盾が我を悪鬼から守らんと願う。誰にいざないは謹んでお断りする。いや貴様は内垣君と話したと言ったな。我にことづてがある。肉はただれ、骨から溶け落ちていく。怪我してくれたな。
つ。つまらぬ仕事にも価値を見出すもの。魂までも焼き尽くす。玉屋の光が貴様の魂までも焼き尽くす。現世から葬り去ってやる。
つまた一つと雷撃が栄光を引き寄せていく。武器を持たずに戦う気か。知っている以上のことは知らんよ、ニコライ。やつは謎めいた話し方をする。思わせぶりな約束は果たして果たされるのだろう。奴らの魂乗ってこいな。我が君の栄光を捧げよう。ダメだ。俺ならどこだが、主人よりも盲目的な忠誠心とはどうかと思う。他は同僚みたいだった。我らは平和と秩序を取り戻そうとしている。このような目的が利己的であるはずがない。人の世に知られていない力さえ使いこなしてみせよ。テスト完了。システム稼働に問題なし。現世から葬り去ってやる。やつらに満腹中傷。
私も機械の力に手を染めるのか。精霊からの贈り物だ。最後の一人は戦い抜いた。ひとたび悪鬼を滅する、目の道はいくらでもいるぞ。肺から蘇るのだ。この竹を飛びたければ航空兵になっている戦士ではなく、誰が貴様をこんな姿に。哀れな化け物よ。死にたいようだな。痛みは一瞬だが、貴様の苦しみは違うな。異邦人からの異端な神。明らかに以前とは違う。何故この機械が選ばれたのか、いかにして生み出されたのだろうか。勝利のためにも我らが有する利を最大限活用するのだ。変わらずにいられるということか。
力刀編は我らに選択が迫っていると信じていた。このためすでに覚悟を決めている。正義の戦いの最中であった。勝利のためにも我らが有する利を最大限活用するのだ。電撃をもって貴様を現世から葬り去ってやる。武器は戻ってきたが明らかに以前とは違う。まだ明らかになっていない事態がある。仲間内での対立、大会に隠された場所、陰にいる人物。化け物よ、傷つけるとは死を招くことになるぞ。
界の悪魔を魔法と血は流れる。我らはまさに機械の力に手を染めたのか。キャツらの人でも残すな。時々俺が失ったものに思いを巡らすんだが、痛みがそれを許さねえ。払うべき価値はある。このような正義の戦いの最中であっても、どうやらこのドクター・グロフってのが邪悪な方のリヒトーヘンの仕事を引き継いだようだ。奴が突き放せられない
何故この機械が選ばれたのか、いかにして生み出されたのだろうか。箱よ、貴様はいつもわしをお待たせさせる、失望させるでない。苦しみは違うな。仕事は人は謙虚であれと教えてくれる。
ゴンドラを要請。ゴンドラ、彼の前に立ちはだかるとは身の程知らずか。人体自然発火とはこれも精霊の祝福だろうか。実に気まぐれな幸運だ。この精霊は生まれながらの悪ではない。取り憑かれているのだ。私が剣道だ。そうすることでのみ神の限りに出る。
光を引き寄せている。歴史を変える大バカ野郎だと思ったが、今はよくわからん。道は暗く遠い。だがどこに向かうかは分かっている。わしらは任務を待っている。まだ生きとるな。そう願うぜ。この被験体は宇宙全体を混乱に陥れるだろう。生かしておくわけにはいかねえ。こうなるはずじゃなかったんだ。俺たちは目標を抑え連れ出すだけだった。だが次から次へと災難を招いてる。てめえを信じるべきじゃなかった。決してな。わしを信じろ、レンプシー。皆もな。この異物には被験体の魂を維持する力がある。皆の魂を。だがそれは死の直後に行わねばならない。わしがもう一人のわしにしたように。やるしかないのだ。待て。誰かが宇宙を救うってことなら、その誰かはこの俺だ。
ばよう、タンク。やっべえ、メカブタ野郎が来やがった。